はい、こんにちは、ビッグボーイです。今回もメトロエクソダスやってきます。今パイオニアっていう人らのキャンプに侵入中。アリョーシャが捕まってるっぽい。パイレーツとパイオニアはあんまり仲がよろしくないみたい。でもパイオニアの方がまだ話がわかる人たちっぽいけど、まあ今はどの道パッと目の前に現れたらなんだお前ってなっちゃうから注意していこう。うん、近いはずなんだ。暗がりを行こう。そい。このまんま辿っていけば良さそう。教育中？かわいそうに。どのタイミングで気絶させよう。よし、ちゃんとかけよう。後で手抜きを見つけたらやり直しだからな。ちゃんとやるって。手を抜くなよ。もういっか。気絶者であれ。お、なんだこれ。お、別の武器か。というかこのボウガンは一応ティハール1扱いっぽいな。ティハール全然使わなかったけど、前のワールドとかじゃ。行ってみようかな。お一人？作業ご苦労さんです。今のはショットガンだったみたいだけど、そんなに今のところ高火力な武器は必要ないな。中心の方行ってみよう。ちょっと明るいから怖いな。気づくなよ、気づくなよ。気づかないってのもなかなかだけど。ちょっと下の人に見られたんかな。近いぞ。なんかこの建物臭いな。違うかな。ちら。一人。あー、両者どこ。上行ってみるか。早くしないと朝になっちゃう。もう午前4時だ。
一人？ぬっ。侵入者かよ。でもお前に構ってる時間はないんだ。お前の仲間が逃げちまったせいでな。逃げた。いいやつだと思ってたのに。落ち着いてたし、女にも優しかった。オルガとはいい感じだったしな。だから森の法廷の判決を待ったんだ。なのに俺がオルガと話してる隙に逃げやがって。オルガの話は長かったからね。俺だって彼女と喋るのは嫌いじゃないさ。けど奴が逃げたせいでこんなとこにいなくちゃならん。どうせあの教会にいるんだろうけどよ。そもそもオルガにだって責任があるのに誰も咎めないと来た。ほらとっとと探しに行けよ。俺は抵抗しねえよ。了解です。そうか。うわー、随分離れに。大したもんだ。ここをパッと出たいところだが、そうも簡単にはいかないから、あのまんまこの崖のところを沿って進むか。夜が明けないうちに。殺傷はしなかった。誰も。あ、まだいる。ああ、いる。よくやれよ。食べれるわけないだろう。こっちは。ぬ。これはまさか。またしても。あ、セーフ。よーし、こっちダメか。行ってもいいかな。二人かな、こっちは。いや、ほっとこう。なんだ、インコか何かが。うん、全然覚えてくれないみたい。バイバーイ。よし。ああ、まさかね、主が現れるなんてことはないでしょう、この先で。おお、いるじゃん、そこに。さっさと行っちゃおう。おいで。ヘビはやめてくれ。いや、ちょっとヘビはやめてくれ。視界が。日記。なんか普通に入っちゃったけど、何かありそう、ここ。この辺洞窟多いな。あ、てか進行方向的にはこっちで合ってる。外になんかあったかな。ヘビ、ヘビすばしっこいんだよな。
あ、こっちからでも行けんのか。あ、なんかいい景色が見れそう。お、ん、あれは人かと思った。人の形に見えた一瞬。うん、洞窟の奥行ってみるか。マスクが必要っぽいな。人がいる感じはしないけど。いる。ない。え？どうして？先生、野蛮人？こいつ日記持ってる。しわくちゃの書き置き。え？さっきの真正面からでも侵入できそうだったけど、まあこっちの方が賢明だな。よいしょ。なんだなんだ？よいしょっと。ここはまた違うとこだな。目的地までがなかなかに遠い。悪党か、今度はこの辺。ここはこいつだけか。ケツ。助けてあげるか。助けてあげれる？あ、切れないよ。悪党だから何でもありだろうな。切れそうだけど切れないか。あー、火がまた昇る。4人か。うわー、時間が。ステルスしにくくなっちゃうな。あ、こっちからも行けるな。2人こっちに来る？あいつもやっちゃうか。あぶね、一発外した。どっか寝れる場所がありやな。
うん、あれだ。マスク取るの忘れてた。明るくなってきた。どこだ？一人。ああ、近い近い。眠っとこう。というかそっか、武器一つ不足してるから拾っとくか。しばらく防寒無双できそうだけど。向こうに行きたいんだよな。こっちじゃダメだな。いい、明るくなってくる。何？どこ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 、分からんよ。あいつ撃っちゃうか、とりあえず。下から見られたか。あー、まずい。バレちゃったかな。ちょっとステルスばっかりだったから、そろそろ戦闘タイムといくか。え、でもまだギリバレてないな。警戒状態にはなっちゃったけど、このまんま通過するか。この崖は登れそうにないしな。こっちで合ってるかな。うん、大丈夫だ。おお、危なかった。いや、もうほとんどバレたけど、まあいいでしょう。相手は悪党だしな、パイオニアじゃなくて。あれ？と思ったらこれ、なんかさっき通ったところ、戻ってきちゃったな。さっきのところスルーしてもよかったのか。ここ普通に入れるし。よし。まあ、後でもしもカルマが上がったら、あそこに何か、あったんだろうし、やり直しが効くようにしておこう。墓場、墓場なんだから、せめて墓に入れてあげよう。
ホイル。ん？ああ、ああ、また虫。え、主とマジか。ボウガン変えよう。これ焼夷ボウガン。全然効いてる気がしない。これ切って今だ。きっとこれが正しい。今の装備じゃ倒せる気がしない、あんなの。よし、無線だ。なんだ、これ反応できないか。あ、これ。ダメ？どっかに燃料があるな、これは。感動の再会ね。ま、水中から引き上げられた時のことなんて覚えてないでしょうけど、オルガっていうの。あなたが、やっぱり。森の主と戦っていたのはあなた？すごいわ。うちのハンターでももう何年も手出しできずにいたのに。クソが、といけない。鍵が錆びてるわ。ノー。お友達のアリョーシャはもうダムについてるはずよ。大佐とやらも待たないだろうから急げって言ってたわ。いい人だ。ごめんなさい、あなたを連れてはいけないわ。今日の会議でパイレーツはあなたの機関車を襲撃するように提案した。でも私がいなければ決議を下す権利すらないわ。私がいないと始まらないんだけど、少しだけ道案内をしてあげる。ダムに行くにはボートが必要よ。でもボートは全部パイレーツが沼のキャンプで独占している。彼らは乱暴よ。でもだからって攻撃する理由はないわ。誰も流血は望んでいない。だから彼らの視界に入らないようにして。了解。バリケードまで道伝いに行って、沼地に降りたらドックがあるわ。ここからアリョーシャと一緒にボートを持ち出したの。先生ごめんなさい、まだ何隻か残ってるけど気をつけてね。じゃあ気をつけてね。あなたの仲間を助けたことを後悔させないで。アリョーシャによろしく。私はもう少しここで先生のお墓の手入れをするわ。あ、なに、先生って。少し休んでから出るの。まあいいんじゃない。先生ってそういうことか。よし。あれ、これで無線の受け答えができるわけでもないみたいだ。よし、それじゃあ今回この辺にして、ダムに向かう。そう、ダムに、アリョーシャを助けるためにいろんなところを通ってきたんだけど、なんだかんだ先を行ってしまってるっていう。オッケー。パイレーツはなるべく、パイレーツにはなるべく見られないようにしろとね。
まあ、もしくは気絶させちゃえばいいんだけど。じゃあ次回、今度はダムを目指して頑張ります。はい、ご視聴ありがとうございました。